んは、こんばんは、こんばんは、こんばんは、やっほー、やっほー、やっほー。昨日ぶり、昨日も配信したんですけど、今日も配信しまーす。イエーイイエーイ。こんばんは、こんばんは、いっぱいありがとうございます。珍しい、珍しいでしょう。2日連続です。できる時間があったらやりたいのでしました。イエーイ。デニム、そう、今日ヨナとお揃いのやつ着てました。めっちゃ暑かった。あ、あ、泣いてる、ロウちゃんが泣いてます。前髪も絶好調。前髪切るの忘れてた。切るって言ったのに。もう絶対今日は切る。あー、もう絶対切る。明日ファミだし、明日こそ絶対に切る。よし、今日こそ。そう、こんばんは。おまゆに切らない、きっと大丈夫なはず。同窓会楽しみ、楽しみだね、楽しみ。ワクワク、ドキドキ。気にすぎは、それはダメだ。でもどうしよう、今のままでいいのかな、迷うな。でもちょっと長いんだよな今じゃ。多分直接会ったら長いってなる気がする。しかも明後日もあれ、あの握手会だしね。だからやっぱ今日、いや昨日切るのがちょうどよかったのにな。忘れちゃった。まあいっか、切るわ。ワオのさ、あ、ありがとうございます。江ノ島見てくれたの、ありがとう、ありがとう、ありがとう。昨日からあんこちゃんズです。やったー、今日もあんこちゃんズだ。じゃあやっほー。食べき、シャビンマスカットなんてあっという間だって。あれ6粒ぐらいしか入ってなかったの、一瞬でした。ツーン。あ、ロコが来た。水飲んでる。リビングだからいろんな音する気がする。ロコちゃん元気、元気だよ。もう本当に可愛いだよ。ありがとう、嬉しい。やったね。めっちゃ飲むじゃん。めっちゃ喉乾いてたんだすごい、めっちゃ飲む。パコパコ、そう、あのチューブのやつだからパコパコ音鳴るんですよね。うん、前福岡行ったよ、嬉しい。やった、配信すると吠える。さっきは吠えてましたけど、わかんない、吠えるかも、吠えるかもしれないけど、よろしくお願いします。なんか今日幼く見える。え、幼いと思う。今日はね、まつげだけしてない。あ、まつげだけっていうか、めっちゃ薄いかも今日。
まつげしてないのがだいぶ変わる。そう、まつげ休める、いや、あの休みの時あんままつげやんないんですよね、メイクだから。ちょっと昨日より幼いと思う。いやー、そうなのよ、まつげ生える、まつげそんな一瞬4日3日で生えるわけないやろ生えるわけないやろ。だって全然そんな使えるまつげになるのには多分1ヶ月ぐらいかかるんじゃないかな。そうなんですよね。でもいいまつげ美容液買ったからきっと大丈夫。まつげなくても可愛い。嬉しい嬉しい嬉しい。まつげはやってない、今日下がってる今日はでまつげないとさ、なんかあれになるよね、幼いよね、あずって。それみんなに言われる。でもメイク途中のあず幼いっていつも言われる。そまつげで変わる全ては。まつげしなかったらあんまね変わんないんだけど、まつげからね変わる顔がそう。お家で配信してる、このそう確かにお家で配信してると、しかもあの何もなんだっけない時とかはこれだよね。本当にまつげで顔変わる。まつげは大事です。まつぱしてないよ。したこと一回だけあるけど、もう嫌になったまつぱはしないです。きっとじりきであげたい派です。なんで嫌になった、なんかさ、あの取れかけの途中のまつげがすごい嫌で、あのぐちゃぐちゃしてる感じが。だから取れかけだとなんか下がってるまつげもいれば上がってるまつげもいたり、それがめっちゃ扱いにくかったのでね、しないかな。もうショールを見るためにピラティス行くのやめ。ピラティス行ってんの、すごい。のんちゃんごめん、なんかごめん。でも嬉しい、来てくれてピラティスはでも行ってみたいな。今日ね髪ね巻いたんだけど全然見えないね、下で巻いてるから。巻いたんです、実は実は巻いとるんです。そう巻いてるから配信しようって思ったけど、あんま見えなかったっていう。今日巻いてるんだよ。よいしょ。ほら、あ、ちょっと。よいしょ。ほら。見えない。自分で巻きました。正座してた、足伸ばして。
ジちゃんより髪長いメンバー、今はねアジ一番長いと思う。エリーさん前、そう確かに前のエリーさんもめっちゃ長かったけど、メイクさんに前のエリーちゃん超えたんじゃないみたいな言われました。わかんないけど18期長いメンバー結構確かに多いけど結構みんな切ってるかも。今切ってる、ゆいも切ったし、ひなのも切ったしね、さやも切ったし、あれもかすみも結構切ったし、ユナとアズが今めっちゃ長いかな。そうなんですよ。あれ髪って重くないの？重くないよ。あーよいしょ、来た来たよ。今おとなしくアズの足に座ってたから、ちょっとでもアズの足に寝てるわ。こっち向きなさいって、ね、形やだ形や。こんにちはって言って、こんにちはって、ロコちゃんです。かわいいんでしょ。全然こっち見てくれないじゃん。オッケー、久々ロコ登場。へーへー言ってますね、うん、やだやだよー、ダメー。あなたはよいしょよいしょ、なんやねん。もこもこしてるよ。ひーじゃないよー。ジョサリーちゃんも犬公開してた、愛犬可愛かった、可愛いって思った。今日のアズのゲットグッズ、ちんまる子ちゃんのカフェ行ったんですよ。カフェ行っていっぱいグッズ買いました。うん、いっぱい買った、1万ぐらい買った。1万ぐらい買っちゃいました、ちーまる子ちゃんのグッズ。そうなの、行きましたカフェ、めっちゃ美味しかったし、美味しかったんだけど、まずこれポーチ、かわいい。このねガニ股がかわいいよ。何このガニ股、ヒデジーと喋ってるまるちゃんとたまちゃんのポーチ買った。これとあとランダム巾着みたいなあって、どっちも似てる柄出た。これかわいい、めっちゃこれかわいい。これリップ入れよう、絶対リップ入れる、かわいいっしょ。これ女の子の多分こういうやつで、こっち男の子なんだよね。杉山くんと大野くん、いいね。なんかさ、こっちの目隠したらめっちゃハートちゃんの目してんだけど。これランダムで、でも欲しいの出たから嬉しい。これね、これと
あとポストカードも買ったんだ、2枚。これね、コップの絵柄だった、かわいいって思って買った。駄菓子。そしてこっからがちゃんとランダム系。ランダム系がさ、まず缶バッチ、バッチ、テレビのバッチみたいな。これね、これと同じ絵柄だった。え、待って、これ後ろにいるんだけど全然気づかなかった。めっちゃいるじゃんみんな。え、かわいい。後ろにめっちゃ、え、気づかなかった、全然こっちしか見てなかったはず。かわいい。え、やばい。花輪くんとまるちゃんとたまちゃんとみぎわさんとまるおくんとぶーたろうとはまじがいる。みんないるじゃん、めっちゃいいよ。気づかなかった。そう、花輪くんのお家です、これは。で、それの絵柄の缶バッジだった。これあのアズのバッグにつけるね。缶バッジもね、いっぱい買ったんだけどバッグに全部つける。いっぱいっていうかランダム、またランダムなんだけど、1個目がたまちゃん、たまちゃんが出た。これ刺繍なの、すごいよね、めっちゃ可愛いの刺繍。でもこれ700、1個700円ぐらいするからちょっといい値段。たまちゃん、これかわいい。たまちゃんでハマジ、ハマジちょっとおもろい、ちょっとおもろくて、顔がやっぱ昔のデザインレトロなので昔のハマジちょっと好きです。これあのじわる、じわって好きです。ちょっとここにつけようかなって帰り思ってました。ちょっとやめました、でも止められました。そして最後、花輪くんね、メンバーおもろいて、異様、なんか面白いメンツでした。花輪くんと浜地とたまちゃんでした。これアズのバッグ、ここの4つはアズのバッグ行きです。いつも使ってるバッグにつけます。可愛いよね、でもめっちゃね、なんかこのシンプルなのが可愛い。そう、一人しかいない。そう、本当にさ、さ、なんか2個買って、あ、あ、違う違う、この最初2個出て、わあちょっとなんかもう1個欲しいなと思って、それをさ、いっぱいなんか何回かやっちゃって店員さんにちょっと笑われちゃったもん。でも昨日もいらっしゃいました、そういうお客様みたいな言われて、あー、なんかいっぱい毎回さ、もう一回もう一回ってレジな並び直すの恥ずかしかった、ちょっとそして次はピン、あ、ピンじゃない、これストラップ。これもランダムで、これはねアズのポストカードと同じ絵柄だった、かわいい。これアクリルキーホルダーみたいな、かわいいでしょ。これ買った、これと、そしてこっからもこれがラストなんだけど、ヘアピン、ヘアクリップ。これめっちゃいい、これめっちゃ髪引きしたから、みんな見て。まず最初に花輪くん出たの、まず花輪くんに好かれてるのかもしれん、花輪くん疲れてる、花輪くん出て前髪クリップで、これめっちゃ可愛いよね。でも花輪くん出て、次にまるちゃん、緑のまるちゃん、しかも全身、全身まるちゃん出て、次も全身まるちゃん、ピンク、次は可愛い、これ最高、これも最高で、ラストじゃーん、まるちゃん、もう髪引きすぎて無理。え、これ本当に結構、まるちゃん全コンボは嘘かけど、なんかちゃんとハマジとかなんかいろんなメンバーもちゃんといるんですけど、その中でまるちゃん
4回中3個まるちゃんで、え、強っ、あと強って思いました。この赤のリボンのまるちゃん最後出てきてくれて、あの泣きそうになりました。可愛すぎて。強すぎない？ちょっと可愛くない？これは可愛すぎて無理。つけるか。どう？かわいいでしょ？良き神引きでした。以上、購入品まるちゃん編でした。イエイ。でも今日の服に合うこの赤コーデ、コーデの一個としてちょっと合うんじゃないの。可愛くない？ちょっと感じでいっぱい買えました。やったね。もう楽しかったし、めっちゃ美味しかった。あのメニュー3個あるんですけど、そのコラボのあのものはたらこスパゲッティとなんかハンバーグとかなんかプレートみたいのとパフェ、プリンアルモードみたいなパフェ、全部あのお母さんとさ食べたんですけど、全部美味しかった。最高でした。可愛かった、めっちゃ。ちょっとこれリップ入れよう。じゃあお気に入りのリップ入れよう。ママと仲良し。いっぱい出かけるね。でもよく出かけます。最近使うリップたちと一緒に入れる。じゃあ3本選抜しました。よし、これだ。これを入れて明日も持ち歩きます。明日から。じゃあこの中にクシも入れちゃおうかな、よく使うし。クシもマリちゃん、キャー、かわいい。チュン。こちらアズのポーチ、かわいい。マジで無理、本当にかわいい。じゃあこれみんなよろしく。じゃあこれ落とし物にあったらアズノだからみんなよろしくね。あのちゃんと届けてください、アズノところに。落ちてたよーってリップと櫛入ってたらアズノだからよろしく。マジかわいい。にやり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 、かわいすぎる。なんか嬉しい。こんな全部さ好き、リップも好きだしさ、まるちゃんも好きだし、こんな最高なセットある？かわいい。かわいすぎるから無理です。本当にやばい。もう楽しかったです。本当にまるちゃんに会え、まるちゃんには会えてないけど、もう
最高おたかつしました。まるちゃん好きなんやね。大好きですよ、大好き。イエイイエイ、みんなもおたかつ楽しもうストーリーにそう、今日は幸せすぎてずっとあの顔してました。もうね、ママに撮られたもん写真バカじゃないのって笑いながら撮られたもん。そう、おもろいんだよね、めっちゃ楽しかった、ね、楽しかったから何でも大丈夫です。ちーまる子ちゃん、トワイスキ、トワイスキが、そうなんですよね、めっちゃいい。まるちゃん推し、まるちゃん推し、めっちゃまるちゃん推しだから、みんなよろしく。この子推し、かわちぃ、マジでもう。ロボちゃんが言ったので、出かけの時つけるの、メイクの時つけようかな。あ、また泣いてる。メイクの時に私は前髪を止める、最近止めるようになったから、前髪クリップとしてしようかな。ちょっとでも今崩れちゃう。つける、明日もじゃあつける。まるちゃんかわいい、マジかわいい。かわいすぎ、やだかわいい。お気に入り、この昔のさ、まるちゃんの顔がいいんだよね、めっちゃ可愛すぎる。嬉しい、本当に、あ、幸せ、幸せなもの語るって幸せやった、楽しかった。アズマ赤リボンしようかな。そう、昔のがいいよね、わかる。あとでちんまる子ちゃん見よう。やったね、みんないい感じだね、いい感じだね。うん、昔が好きなんですね、助かります。昔好き、昔生まれちゃんも好きです。三角チョコパイ食べたいな、さつまいもキャラメル。でも来週だよね、始まるの多分。めっちゃ水飲んでます。9だった記憶、そっか、じゃあまだだ。10月9から、そう、あのちえまる子ちゃんは下北沢行きました。下北沢行った初じゃないです、1回2回ぐらい行ったことあります。じゃあ9日までストイック生活、それはそう、確かに。今日ね、あずはね、そのカフェ行って、カフェ、ちゃんとしたご飯を今日カフェ一食だしかしてないな今日。
と麺で食べた麺でを食べた帰ってきてぐらいしか食べてないです今日。でもなんか今日お腹空いてない、空かない、あ、なんか多分めっちゃ食べたからカフェで。麺で、あ、なんかまた新しく買ってきてくれました、父が、父買ってきてくれました。でまずさ、あのお仕事の日よりなんかこういう休みの方が食べないこと多いです。あんまなんか本当にお仕事とか現場とかだとめっちゃ食べちゃう、お弁当、それこそお弁当とか、お弁当ちゃんとさ、あの朝昼晩って 出るんですよ、ありがたいことに。それを全部さしっかり食べちゃうから、ね、なんかそっちの方が食べちゃうし、なんか美味しいもの見つけたらコンビニで買っちゃすぐ買っちゃうから、絶対ね休みの方が食べてない気がする。でもやっぱあったら食べちゃうじゃん、あの出されたものは食べちゃい、食べたい派なので、ケータリングとかさ、お菓子とか置いてあるわけよ、めっちゃ食べちゃうの。そう、差し入れとか食べるしかないんだよね、食べたい、全部食べたいからめっちゃ食べちゃうし、でもこの間もうツアー期間なんてさやばいのよ、めっちゃ食べるんですよツアー期間、あの差し入れとかもちゃんとさ、あのあるしし、ツアーでもちゃんとさ美味しいものし食べるからめっちゃ食べる。そう、残すの嫌いなんですよね。大好き食べるの。もつ鍋食べてない、もつ鍋食べたかった福岡でも、あの本当に香川はうどん食べたいし、岡山って何が有名なんですか。広島はさ広島焼きとかあるけど、岡山って何が有名なんだろう。夜ご飯食べるとしたら何食べるんだろう。きびだんご、まあ確かにきびだんごあれだよ、桃太郎だもんね岡山って。桃も有名なの、そうなんだ、ね、夜ご飯多分さ、岡山って、岡山って何日目、岡山って何日目ですか、1日目、何日目やろ。3日間で言うと2日目か、2日目だったら夜ご飯食べるから、まあどこでも食べるか、食べるけど、でその時ってかすみとあずだけだよね、18期多分かすみとあずだけだよね、2人でご飯。かすみって何、かすみって何好きなのやろ、多分2人でご飯行くかもしれない。2人は初な気がする、かすみと。ね、でも17期さんもいるもんね、ゆきさんとかいる気がするから楽しみ、うん、そう、ゆきさん、みずみあり、おお、めっちゃあれだ、めっちゃいる、17期さん3人もいらっしゃる、じゃあ5人で行ったり、お、太田さんもいる、めっちゃいるやん、すごいやん、すごいやん、みんないるからみんなでご飯食べるのかな。でもあの一応あの終わって、公演終わって終わった後になんか渡されるんですよ、食べるもの、夜食みたいな、夜ご飯ですよみたいな渡されるんですけど、でもそれも食べつつご飯食べに行くからやばいツアーって本当に
でも幸せなんだな食べるの。うどんは絶対食べたい、絶対食べる、それは絶対に食べる。でも閉まってないことを願う。本当にさ閉まっちゃうのよ、公演終わりだって。やっぱ閉まんないでって思いながら食べます。私もね、香川楽しみだね、ワクワク。でもさ、ありそう。うどんって差し入れあんのかな、どうなんだろう、ないかもしれないけど、でも有名だったらありそう。楽しみ。ワクワク。ツルトンタン行ってみたい。楽しみだね。デイジーク、そうだよ。リップでしょ。デイジーク。今日は何時までだろう。9時とか9時半ぐらいに終わろうかな。9時どうしようかな。1時間9時半とか9時に終わります。9時とか、わかんない、それぐらいに終わります。多分昨日いっぱい喋ったからね。今日は控えめにあとあれだよね、今日みんな配信する、みんなではないか、ユナか、ユナと伊藤で配信するよね。1時間半、じゃあ9時半にするね。ツアー終わったから確かにみんなショールームラッシュ来てる。確かに、しかもドボンあったし、ドボンのみんなありがとうを伝えに行ってます。ツアーの練習本当にいっぱいやってたからね。ね、楽しかったけ、楽しかった、マジでマジで。さっきエリコさんの配信ちょっと見てました。ちなみに駿城に住んでた、マジで住んでた本当に最初住んでるレベルでレッスン場ずっといたかもしれない。だって夜遅くまでやって、もう朝めっちゃ7時からとか始まるじゃん。だから結構ね、一日中いた時とかありましたね。
まずは居残りで練習。残ってる方たちとかがいたら絶対に残ります。なんかアズって途中で帰れないなんか最後までいたい人なんですよね。最高。最後までいたい人だからなんか自分からバイバイって言えない人。あ、タワー、あれタワーいつ、あれタワー、あれあれ、嘘嘘嘘、あれこれタワー、待って待って、いつ、いつ、ちょっと待って、あれあれあれ、なんでなんでなんでよ。じゃあこれの誰、ジラッチ、チーの人言って、あれそうかな、ありがとう、ありがたわ。お、そうだった、ジラッチありがとう、バーありがたわ。めっちゃ前、マジ嘘、ありがとう。いる、ありがとう。ありがたわです。透けたかと思った透けてない、見えて、え、結構前だったのか、あそこ開封してる時ぐらいしか、ありがとう。かインスタ質問箱ね、質問箱まだ、でも全部スクショしてます、全部スクショして、なんか普通にあのいろいろなところで使おうかなみたいな、何知りたいんだろうみたいな感じで全部見てました。いっぱいいっぱい来てくれてて嬉しかったです。全部スクショしてます。めっちゃね、その、 あの写真のところところ全部ね、あの質問箱で埋まってます。ちゃんと見てますよ。暑い、やっぱこの服暑いよ。めっちゃ褒めてくれる方もいれば、めっちゃ質問もいれば、いっぱいいる、いっぱいいて嬉しかった。嬉しかった。明日寒いの？明日寒いんだ。分かった。じゃあ明日は長袖で生きる。え、本当に寒い？明日雨？雨はない。雨は違う。明日寒いのかな。雨なんだ。雨なんだ。雨か。悲しい、それは。
最高 22? それは寒いわ、めっちゃ。ねえ、もうさすがに秋だからね。秋だね。あずは雨女。え、そんなことないと思うんですけど、でもあずが外出たら雨が強くなることはあります。明日だけ涼しいの。そうなんだね。長袖って言っても、長袖、あ、でもパーカー羽織ればいいのかな。パーカー羽織ろう。じゃあそうだね、それ雨女、雨女嫌だな。嫌じゃん。じゃあずっとお家にいてってなっちゃうわ。じゃあずでも、でもね、違う違う、あの雨が降ったら、雨が降ってる時に外出たらめっちゃ雨が強くなるのよ。それ雨女か。違くはなかった、雨女だった。それはすごい、なんかもう前髪分かれちゃってる。ちょっと待って、いやー長いからもうやだ。ミラボール今来た、やっほー。クマパーカー、パーカーパーカー、パーカー暑いかな。でもパーカーが、はうーん難しい。でもパーカーにしよう。あ、ヨウジさん、クマありがとう。クマタワーありがとう、クマタワーありがとう。クマクマクマありがとうございます。今日はアイス食べました。今日は抹茶のなんかチョコ、抹茶のチョコみたいなアイス食べました。お家帰ってきて、抹茶美味しいよね。2日連続配信してます。イエイ。珍しい。あ、そう思った、その板チョコアイスのさ、白いバージョン、あれめっちゃね狙ってんですよ。毎日毎日食べたいなって思ってるんですけど、なんか毎回さ、お家帰ってくるタイミングさ、なんかお腹いっぱいで、でなんか板チョコアイスは重いなみたいな思うことがさ毎回多くて、買えてないんですよね、まだ。でも今あのめっちゃ食べたい気持ちでいっぱいなんだけど、そういっぱいなんだけど、あれってさ、お腹空いてる時に食べるとめっちゃ美味しいじゃん。わかる？なんかさ、あんまお腹いっぱいだなって思って食べる時ってあれなんですよ。だからチョコアイスは結構あのボリューミーなんでね。でも食べる、絶対食べる、近いうち。もうなくなっちゃいそうだから。今めっちゃどこでも売ってるよね、白いチョコ、板チョコアイス。そう、結構カロリーあるからね。でもあんま気にしないアイスに関しては。アイスは何でも食べちゃう、全部美味しい。あ、ね、スタバのチョコムースラテめっちゃ美味しそう。スタバも全然行ってない。やばい、行きたい行きたい、スタバ行きたい。スタバ全然行ってない最近。行かないと義務。行かないと。スタバ似合いそう。スタバ似合う、あず飲んでそう。やったぜ。ア
イスはカロリー、そう、それの、そうなんだよね、全然ゼロ。明日は、明日は半身だ。じゃあスタバね、確かに、でも食べれるかも、いつでも飲めるから。ほうじ茶クラス大好き、ほうじ茶キャラメルフラペチーノ。キャラメルフラペチーノってさ、あんま甘すぎくなくて美味しいよね。コーヒーっぽいカフェオレ系の味して美味しいよね。18期で一番アイス好き、もう大好き、アイス大好きです。みんなフラペチーノだったら何派なの？何？抹茶さ、抹茶とかさ、キャラメルとかさ、ダークモカとかさ、あとなんかあのコーヒーのやつとかさ、あのバニラとかあるよね。みんな何派なんだろう。新作、まあ、新作は美味しい。抹茶確かに期間限定しか飲まない、確かに。でもまずは絶対ダークモカ。あ、キャラメル、マンゴーもあるよね。マンゴーも美味しい。キャラメル人気。あのさ、一時期マジであの抹茶しか飲まない時もあったんだけど、もう今はチョコしか飲まない。もし期間限定の気分じゃなかった時はダークモカ好き。チョコが大好きなのよ。バニラクリームフラペチーノ飲んだことない、真っ白のやつだよね。そうだから、それも飲んでみたら美味しそう。普通に絶対間違いなさそう、美味しそうだよね。それは間違いない、絶対に。今回のやつはマジでホットがおすすめだって。ホットだって、みんなホット飲みたいやつ。ホットありだね。てかなんかもう冬とかさ、チョコが絶対出る、絶対出る。バレンタインとかさになったらチョコのさやつ絶対美味しいの出るじゃん。もうそれが楽しみすぎて無理。冬も出そう、冬もチョコのやつ出そう。普通にもう最高、チョコの季節がやってくる、もう楽しみチョコが大好き。本当にチョコ尽くしでさ、最高だよね、あの期間って。あの毎年バレンタイン好きだわ。チョコが大…あ、ヤマさん、ありがたわー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 、ぐるぐる、ありがとう。ありがとうございます、ヤマさん。タワー来たー。チャーリーとチョコレートコーヒー大好き。そう、あのどっかの飛行機の帰りで、あのチャーリーとチョコレート工場、あのなんだっけ、生まれる方、ウォンカのなんかみたいな、あの新しい方のチョコレートあのそれを見たんですよ、ウォンカ。いいですね、チョコ好き。でもやっぱね、最初のあのチョコレート工場大好きですね。あれのあの映画はね好きです、ずっと。多分 DVD もある気がする、探せば奥深くに昔買った気がする。移動時間は映画見てる。なんかじゃあ飛行機はあのテレビがあるじゃないですか、その中にそれ入ってて見ようってなって見ました。移動中はね寝てる大体寝てるけど、飛行機はね映画見ちゃう。
寝る時もあるけど、この間までとかはもう9月とかはずっとドボン移動中やってましたね。お、なおりんごさん、クマのタワーありがとう。なんかやばい、クマのタワーありがとう。すごいタワーだらけになっちゃった。ありがとうクマ。クマありがとう。クマ2匹、クマ2匹、そしてタワーが2個、ありがとうございます。あのさ、もしさ仮装仕事行ってらっしゃい、頑張れファイトなんだっけ、何しよう、そう仮装さするとしたらさ、赤ずきんちゃんかさ、なんかさ、どういう、みんなって何が好き、まあさ、しないけど、しないけどっていうか、何が、赤ずきんちゃんとかさ、選択肢するとしたら、ちょっと難しい、難しかった。まあなんか機会があるかもしれないんですよじゃあ、そういう、じゃあなんていうの、難しい赤ずきんちゃん、企画、そう企画とかね、なんか企画っていうか迷ってますね。自分で用意するんじゃないんだけど、どういう仮装、まずね、キキしかしたことない、まだあのハロウィンはまだ1年しかやってない、握手会とかでしてたんだけど、今年さ握手会がさ、クリスマスもハロウィンも多分ないじゃん、多分ないじゃないですか、やばいな、ね、何もしないのかな、悲しいよね。ちょっとなんか毎年なんかあったからさ、ハロウィンとかクリスマスしたかった、なんかクリスマスに会うのめっちゃ嬉しかったよね。ガーンガーン、そうだよ、イベントあるかな、ないかな、でもなんかはありす、なんかないのかな、クリスマスとかね、サンターズ今年はないかもしれない、ないかもしれないね。昨日より前髪伸びた、昨日はちゃんとセットしてたけど今日はあんましてないからちょっと長いかもしれないですね。サンターズ、もしクリスマス握手会とかさ、なんか会ってたらみんな来てくれてました？ちゃんとクリスマスに、もちろん行く、嬉しい嬉しい、当たり前にして、おーかっけクリスマスは厳しい、なんだってきっとなんかあるさ、でもなんかありそうだよね、どうなんだろう、クリスマス
何もしないことないよね、さすがに。あ、しかもさ、違う、もう劇場できてるじゃんね、劇場できてるから、まあ、なんかあるわ絶対、なんかあるよね。普通にクリスマス公演はありそうだし、確かに、まあそれに出れるかは分かんないけど、全然確かに公演あるのか、え、出たい、クリスマスの公演、去年は出ましたね、楽しかった、クリスマスね、出たね劇場進化してるね、楽しみ、なんかあずも楽しみ、あずも そう、バレンタインも出た、バレンタイン公演楽しかったじゃん。あ、出てない、嘘、バレンタインは出てない、出てなかったバレンタインは出てなかったわ、プロジェクションマッピング、あーかもかもね、楽屋楽しみ、楽屋がめっちゃ楽しみ、結構楽屋大事、鏡がちゃんと全部になってたらいいな、でもこれは結構みんな言ってるからなるかもしれないよ、でもマネージャーさんとかも楽屋は、楽屋結構いいっすよってみんな言ってたから、ちょっと期待値高いです、楽しみ、楽屋が結構本当にいいんですよねって言ってる、楽しみ、うん、楽しみ、でも意外ともうちょっとだから、もう10月入ったからさ、もう2ヶ月ぐらい、長いようで多分あっという間だよ、みんな でもこのさ10月11月ってなんかあったっけね、出張校ね、11月ってなんかあるのかね、韓国もあるのか、そうか、韓国もあるわ、韓国もあるし、ファンミ、カラオケのなんかファンミみたいなオンラインファンミとかあるか、確かに武道館から1年、え、確かにもう10月だよね、だってあれ武道館、え、早い、1年経ったのあれから、早い、びっくり、1年だって早いですね、ね、やばい、時をそれの激動の1年ね、1年ってそう、いっぱい変わる、いっぱい変わるね、1年、すごい、大人だ、大人になった、あずも1年懐かしいね、確かにソロやったね、武道館、1年経ってんのか、もう踊れ踊れる、どうだろう、踊れない多分、国境のあずきちゃんは惚れる、嬉しい、でも今見たらなんか踊り方
なんかもうちょっとああできてたなっていう最近もなんか見たんですけど、わーってなる。ちょっともう恥ずかしくなってる、なんか。その動画が、ね、早いね、1年。黒歴史みたい。でもその黒歴史じゃないんだからか、黒歴史ではない、もう本当にあれからね、いっぱいいいチャンスもらいましたね、あの時は。本当に運、もう全部の運使ったんじゃないかなってぐらいすごかったよね、あれは。本当にびっくりした、引いた時。だってあの時まださ半年だったもんね、 AKB 加入して。じゃあもう1年半ぐらい経ってるってことか。はあ、すごい。ね、マジで運です。本当に、あつ自分が運いいって思ったことないけど、あの時びっくり、本当にびっくりしたわ。わーって。しかもちゃんね、ちゃんと始まる前にガラガラガラってやったんだけどね、すごい。名言、震えてます。震えてます。運命、嬉しい。運もだけど、アズの実力嬉しい、ありがとう。よかった。くじ引きに愛された。それはそう。懐かしいね、そういうこともありましたね。武道館、思い出の武道館すぎるね。いい思い出でした、本当に。みんな見つけてくれてありがとう。見つけてくれてありがとう。だっていまだにあの武道館で好きになってようやく来れましたっていう方とかいらっしゃるもん。本当に嬉しいですね。そう、やっと来れましたって握手会来てくれる人も結構まだいらっしゃって、嬉しいですね、本当に。だから嬉しいですね、来てくれてありがとうってめっちゃ心の底から思いました。みんなありがとう。アスの笑顔にやられたよ。アオクちゃんズ、涙。アズは黒が似合うね、嬉しい。
ありがとう。最後の姫嬉しい、ありがとう。末永くよろしく。黒大人っぽい、嬉しい。でもこのお洋服もどこで買ったのって言ってくれる方めっちゃいました。質問箱でこれとか、その質問箱で載せた服もそうですし、どっちもメリージェニーです。メリージェニーというお洋服屋さんでした。そこで握手会できました。あのツインテールした日ですね。お店と通販、見に行く方が多いかも。なんか通販さ迷っちゃう。まだいいのあるんじゃないかって思って延々と頼めなくなっちゃうから、どっちも買うけど最近は見る方が多いかもしれない。展示会、これは展示会ででも買いました。ユナとユナとお揃い3個ぐらい展示会で買いました。あのユナがさ水色のさひらひらのやつあんじゃん。わかんないかわかんないか。でも TikTok とかでパラリンピックで着てた水色のやつあるんですよ、フリフリの。あれのピンクもあず持ってるんですよ、買ったんですよ。そう買ったんだけど、ちょっと可愛すぎて着れないっていう事件が起きて、ずっともうあのしまってあります。今いつなんかさフリフリで、フリフリすぎて、なんかほんと2人で着たらキキララみたいだねって思って2人で買ったんですけど、じゃあユナはねめっちゃなんか似合ってるの。しかも青だからなんかまだね、まだ着やすいし、ユナの感じだとめっちゃ似合うの。でもなんかアズがそのピンクでフリフリでレースみたいな着ちゃうとなんか結構なんか違和感があって、これ握手会で着よっかなって思ってたんだけど、あの勇気が出なくて着れずじまいで終わりました、握手会が。それか今度の10月のオンラインとかで、まだいける、今着るしかない。本当にそれか。でもねちょっとね、それで勢いで買っちゃうってさ、着ないやつとかさ 4、5着ぐらいさ新品なんだけどあったりするのよ。しかもさ本当見た目だけで買ってるからピンクばっかなのよ。でピンクばっか、ピンクの結構可愛い系が欲しくなっちゃうの普通に。で買っちゃって、でも あんまちょっと違ったなっていうのがいっぱいあるから、こういうのってあげるのかな。いやいつかもっとたまったらじゃああげようかな今度。絶対みんななら似合う、あの後輩ちゃんとか。あず本当に恥ずかしくなっちゃって、でもさいつか着たい。いやでも結局さ黒とか白とかさに落ち着いちゃうんだよね、が一番なんかしっくりくる。絶対来てくださいね。でもなんかさユナとさなんかディズニーとかさそういうのだったらいい、あの良さそう、かわいそう、写真とか可愛いそうだからそれはいいなって。ディズニー行きたいですね。うわー可愛いよ絶対に。確かに
黒、黒が大好き黒、黒やっぱ好きですね、お洋服は。でもみんなも結構大人っぽい方が好評な気がする。多分ね、可愛い、めっちゃ可愛いブリブリ系の服よりかはそっちの方がみんなにも似合うって言われる気がする。だからそっちの方が自信を持って着れます。アマメモみたい、アマメモはちょこちょこやってたよ多分、けどそれよりかは大人っぽい方が好評なことが多い気がする。から、あ、ボリリンさん、タワーありがとう、お家ありがとう、ボリリンさん、お家タワー、タワーありがとう、めっちゃお家じゃない、すごい、うまっ、ありがとう、どっちも好き、嬉しい。じゃあどっちも好きっていうことでいいですか最後よくまとめた。じゃあ可愛いのも挑戦してみますね、言ったからね、みんなよろしくお願いします。でもね、お姫様とかも大好き、だから、ね、好きなものと似合うは違うけど、マジで顔好き、嬉しい、ありがとう。なんかさ、本当にさ、あのコメント、あの質問箱とかでさ、もうあずきちゃんがロールモデルですって言って、初めてなんかロールモデルとか初めて言ってもらえてて、しかも結構ってめっちゃ嬉しかったです。なんかめっちゃ嬉しかったです。だからスクショして、あ、嬉しいなって思っていっぱい前全部スクショしてますのでね、あ、嬉しい、嬉しいなって思ってやってますね、全部。そのロールモデル確かに毎日アイス食べてる、それ知らないかもしれないから言っちゃダメしそれ知らないかもしれない、そうしたらロールモデル崩れちゃうかもしれない。ここだけの秘密やで。黒髪ロング、そういうこと、確かにそうだね、黒髪ロング、パッツン黒髪ロングみたいなってことなのかな、わかんないけど、じゃあ男の子もみんなアズをロールモデルにしてください、女の子も男の子もみんなアズになあれスカート履きますとか、じゃあ喜んだら大の字で喜ぶ、あのインスタの写真みたいに、これをやったらアズになれます、きっと心の底から喜ぶ、楽しい時は楽しい、楽しい顔をするアズのロールモデル、簡単になれる、アズ多分簡単になれるよみんな。あっ
イケてない、イケてない、イケおじさん、おおすごい、イケてないイケおじさん、タワーありがとうございます。イケてるよ、白お白ありがとう、あんたイケてるよありがとう。アイス食べたらアズになれる、なれる、なれる。喜ぶときは全力で喜ぶ、食べるときはもう全力で食べる。で、あと思いつかない、なんだろう。てんてんてん。ちびまる子ちゃんを見る。多分。ちびまる子ちゃん見たらね、あずかもしれない適当すぎ。でもね、心が良くなります、ちびまる子ちゃん見ると新丸子ちゃんさ、一話が、いや、まずはイタリアから来た少年とか見たらいいんじゃない。あ、みおちゃんありがとう。映画ネットフリとかにあると思う。映画イタリアから来た少年、なんか映画とかさだったらなんか見やすくない。大好き、それもね、もういっぱい見た。あの映画も見に行ったし、結構前、あれ2018年とかだっけな。そう、めっちゃ好きです。その次のサザエ、あんまね最近リアタイできてなくて、全部撮ってあるの、でも今も溜まっちゃってんだけど結構見てないの。そう、でもネットフリであるからそれ見たりして、ネットフリもフールもあるから、ホイールあるっけ、見たりして。でもテレビもね見ますよ、ちゃんと。今録画溜まっててお母さんに怒られてますね。見なさいって、消すよって言われて、ダメって怒ってます。そう、容量、容量、ちびまる子ちゃんがいっぱいなんだから。で、消していい輪と消しちゃダメな輪とかあるんですよ。だから、じゃあ文章読んでってみたいな言って、何々何々何々、あ、それ消して、消しちゃダメみたいな、あ、それもダメみたいな、季節系はダメなのって怒ってますなんか季節系のまるちゃんの話好きなんですよね、わかる。なんかそれこそ、あの秋だったら柿を取りに行くとかさ、なんかそういう話は好きなんですよ。夏だったら海海水浴行くとか、そういう輪はちょっと大切にしてて、自分の中で。だからダメ、絶対それダメみたいな、季節系ダメだってちゃんと読んでよみたいなよく言ってますね。クリスマスの回とか消されたら絶対怒るよ、くぅって絶対に怒るよ。そう、でもそう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 、そうなのよ、あんま見返さないこと多いけど、ちゃんとあるっていう安心感が欲しいの、あずは。そう、まるちゃんが近く、いつでも見れる状態である、そう、いつでもピッてやれば見れる状態であってほしいのね、あずは。だから消されたら困る、心の安定剤それが、録画してあることが。そう、見返さない、だ、写真もそうなんだよね、別に見返さないし、動画も見返さないのに何か残しちゃうんだよね、いつかのためにみたいな。
そんな感じで、みんなわかるとわかるよね。ねえ、あずはだ。そう、あずにと、あずちゃんが心の、あ、嬉しい、ありがとう。あずもね、あんこちゃんとか心の安定剤です。これガチ、これガチ、これガチこれガチガチ。そうそうそう、これガチなんですよね。ガチいただきました、いただきました。似たところあって嬉しい、嬉しい、あずも嬉しい。まるちゃんレベル、そう、みんなね、でも、もうね、まるちゃん、みんなまるちゃん、あ、そう、みんながまるちゃんにしか見えない。そう、みんながまるちゃんにしか見えない。そう、そう、よろしくね。それはどういうこと？え、困る。それはそう、待ってちょっと今さ見つけたんだけど、この右はさ、やばすぎん。え、この右はさ、やばくてちょっと面白かった今見つけ、なんかびっくりしちゃった今かわいいねえ、かわいいんだけど無理。おもろいじわじわびっくりしたよ今、可愛くて。いいっすね。うわ、いいわ、このハマジもいい味出してるわ。やばいって、首ないやん首ないやん、このハマジ、こっちはあるのに。ちょっとおもろい、おもろかったです。いいわ、やっぱ好きだわ。ラブ、みんな大好きだよ本当に。ちーまる子ちゃんもみんないいね。あとは今幸せに囲まれてるわ本当に。みんなと喋れてるし、前にはちんまる子ちゃんいるし。あ、ちなみにね、あれ、あれ、カフェにね、カフェにこの子持ってったよ。まるちゃん、まるちゃん持ってった、一緒にご飯食べた。そう、連れてってちゃんとおたかつしました。そうなのよ、ちゃん、でもね、どうしてもちっちゃいバッグで行きたかったんですよ。だからこんなさ、普通にちっちゃいバッグなのに入れたどうしても入れたくて入れた。だからそれより、あの、荷物をめっちゃ減らして、あの、まるちゃん入れることに命かけてました今日朝。でもたまに手出てたりしました、手出てたり。しましたね。だから周りの人たちみんな何の手やろうって思われてるかもしれない。
やばい、とっくに30分過ぎてた、とっくにではないけど30分過ぎてた。怖怖すぎない？早っ、全然気づかなかったね。45分にするわ45分にするね。わかる、時間経つの早ね。なんでさ、ショールームのさ時間って何なんだろうね。変だよね、おかしいんだよな。ちょっとまるちゃんの話ばっかりしてるね。ね、自然なテンションマジでさ、そうなの本当にね。みんなとね話してると朝も自然になっちゃう。もうね、普通にね会話してる。あず好きや、やった、自然体が一番。じゃあコメントいっぱい読もう。顔が強いでずっと見てられる、イエーイ。美白すぎる、やった、かわいい。コメント全部読め。おごう、マルちゃんのキャラクター取ると誰、うーん、やばい、むずい。ブータロー、あー藤木ちょっと待って待って、あーもうどっか いっぱい行っちゃった。みんなありがとう。あ、やばい、結構戻りすぎちゃった。それは、あ、そう、頭しか見えてない、やばいやばい。前髪タイムになっちゃう、そう前髪タイムになっちゃうよ、こんな時間を。全アイドルで集めちゃう、やったね、今日も今日の戦い、嬉しい、ありがとう、やった。前髪前髪、あーちゃん最高最高、あーちゃんイエーイだんだんマルちゃん見えてきた、え嬉しい。前髪タイム、大自然、あざあず大自然です。涙袋してる、あーありがとう、目キラキラ、本当にありがとう。スタイルエグいっす、嬉しいっす、やったっす、嬉しすぎて、あ好きすぎて苦しい、やったイエイ。ねえユキニさん、キースマネ、あの出てますよね。あでも好きなのでどうしたらいいですか。もうどうにでもなっちゃってください、どこまでも好きになっちゃおう。あとしか勝たん、イエーイ。あ、最後に生で見えたら嬉しい。生嬉しい。ねねちゃんありがとう。嬉しい。あんこちゃんならカスタード食べれません。おい、意識高。握手会楽しみあずも。美白美人の黒髪ロングは最強、イエーイ。あーちゃん涙が、あ、あれこれさっき読んだ。あれ。黒髪ロング。グーグルもかっこよ、やったね。あ、世界一かわいいね、嬉しい。楽しそうな味好き、楽しい。 AK 創生協、おー嬉しそうなんや。あちゃんの元気の前、あちゃんブルベ冬、ブルベ夏、多分頭でもかわいい、頭でもかわいいわ、ほんとか、かわいいな、嬉しい。マルちゃんキャラ友達になるなら誰、マルちゃんキャラ友達になるなら、うーん、マルちゃんキャラで友達になるのはどうしようかな、としこちゃん。なぜかというと美味しいものをいっぱい持ってきてくれたり作ってくれるから。あやちゃんから元気もらってます、よっしゃー、今日の服めっちゃ好き、嬉しい。同じ前髪、あ同じ前髪はちょっとまるちゃんリスペクトしてるけど、ちょっとそれだけは明日から3日連続、うわ嬉しい、3日連続やったね。まつげ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 言うな。今日も世界一可愛くてありがとうございます、嬉しい、やったね。目吸い込まれそう、
アジアのこと、アジアの分寝れなくなる。嬉しい。でも寝れないのは困る。寝てネガティブに行きます。あ、藤木唇真っ青、紫になっちゃう土日会えるの楽しみに。やったね、今日も可愛くて楽しい、毎日可愛くて偉い、嬉しい。あの沼から抜け出しません。抜けないでいいんだよ。明日会えるの楽しみにしてる。やったね、毎日好きになっていきますよ。好きになれ。何か会いたい、明日も会いたい。カイト君、あ、可愛い、ありがとう。すごい、ありがとうございます。いっぱいいっぱいいっぱい来てくれた。毎日大好き、ありがとう。目標の、え、難しい。みんな、女神、つむじつむじつむじ、ストレート、あず、ストレートにあずちゃん大好き。だんだんストレートになってきたんで、グーって感じで見るたびに沼っていくよ。沼っていいんだって、行っちゃえって。おお、なんでまつげない、抜いてないって、切れたんだって、切れたんだって。振り袖姿も楽しみ、楽しみ。確かに、あずもね、 AKB のやつも色決めたから、色決まっちゃったから楽しみですね。みんな楽しみにしててね。あずの20歳、まだ20歳になってないけど、その時あいちゃんのウィバースともめのおかげで毎日楽しい。よかった、嬉しい。あいちゃんの黒髪ロングは嬉しい。国宝級の、そんな褒める、嬉しい、ありがとう。あれ、振り袖あず見たら泣いちゃう。すごい、あずちっちゃい頃から育ててきたかな。よ、みどんさん、いいじゃないですか、泣いちゃえパパやん、パパ。あずちゃんが生きがい、嬉しい。3ヶ月振り袖見れる、確かにね、みんな泣いちゃうんじゃない。号泣します、号泣、号泣す、うん、成長に涙、泣く準備してる。やばいじゃん、みんな嘘じゃん、絶対絶対嘘じゃん、みんな。もう泣きますよ、そりゃガチ嘘やん。俺のアズが大人になった、保護者多い、そう、確かに保護者多め、保護者多めの回でした今日は。アズはもう大人なんだぞ。20歳に見えないランキングに1位、誰だ、2位。20歳に見える、アズでも見えるよね、アズ大人っぽくない。優しいコメント欄や、そうなんだよ。あと5分、ありがとう。大人は大人なんぞどうと言わない、はあ、論破された。10代恋しくない、10代ね、恋しい。あずも泣いちゃうじゃん。でもあずはさ、まだ10代だから、そん時もだから、あんま成人って感じしないけどね。自分、まりちゃんの、まりちゃんのストーリーみたいな、うん、確かに。戻りだ、もう大人、確かにね、20代早いって言うしね、いつの間にか大人になってるんだ。年取るの嫌になんない？え、まだ大人になりたいって思ってる。早く大人に
いやでもな、でも10代っていいか、高校生がいいな。高校生過ぎたら20歳になりたいって思うけど、高校生がそりゃ一番いいですね。高校何年生って言いたかったな。でもまあ嬉しい、大人になるのは嬉しい。ラストルーティーンというパワーワード、確かにラストルーティーンだって、間違えた。ラストティーンね、ラストルーティーンになっちゃったよ。そう、まだ18歳だから、なんか確かにまだ18歳じゃん。あれ違うよ、間違えた。えやば、間違えた。あ、まあ、もう19歳だよ、間違えたよ。そうだよ、19歳ですよ一応。え、マジでさ、あの自分の年齢とか分かんなくなっちゃう。だから本当に未だにさ、18歳やることって言っちゃうことあるし、めっちゃ間違えちゃうね。マジで間違えるのやばいよね。19歳、いや20歳とか全員と言えなそう。20歳のって言えなそう。あと多分時間かかる、また19歳。で、まあ、18歳も抜け出してないんだから、まだ18歳が口に残ってんの。ちょっとむずかしいね。1年ぐらいかかるかも。うるさいよ、全然高校生に見える。本当に、あ、じゃあいっかじゃあいっか。21になったらやっと20歳って言えるぐらい。制服嬉しい。44分ということでね、ランキングを読みたいと思います。みんなありがとう、今日もいっぱい。耳かけてないと彼女感あるかも。え、終わっちゃうの悲しい。ランキング読むの、あずも、じゃあランキング読みたいと思いますっていうの、なんかあずも悲しいもん。でも読むねとりあえず。じゃあ13位、ゆいさん、間違えちゃった、あ、合ってる。ゆいさんありがとうございます。12位とりさんありがとうございます。そして11位たいきくんありがとうございます。そして10位まいちゃんありがとうございます。9位なつきさんありがとうございます。8位キャスパーダイくん、キャスパーダイくんさんありがとうございます。7位ブルーさんありがとうございます。6位ヤギアズギちゃん、なジラッチありがとう。5位ナオリンゴさんありがとう。4位ヨウジさんありがとう。3位イケてないイケおじさんありがとうございました。そして2位ボレリンさんありがとうございました。そして1位ヤマさんありがとう。笹山さんじゃん、ありがとうございました。配信お疲れありがとうございました。1時間45分楽しかったです。今日もありがとうございました、みんな。はい、ということで以上、ヤギアズキルームでした。バイバーイ。明日ファンミもよろしく。あ、間違えた。バイバーイ。ちょっと待って、どうやって切んだっけ。あれ、カラオケ配信